イノシシ被害に悩まされている瀬戸内市長船町磯上地区の住民から相談を受け始まった実証実験です。使うのは空飛ぶ小型無人機ドローンです。ドローンでこれにシカソニックをつけて果たしてイノシシを追い出せるかどうかという実験をします。動物の嫌がる音を出す装置シカソニックを駆使し、人里や線路、空港、さまざまな場所から動物を遠ざける研究を続けてきた岡山理科大学の辻正親特担教授。今回挑むのは、耕作放棄地が増え山と人里の境界が曖昧になったことなどでたびたび出没し被害を及ぼすイノシシ。実りの秋も直撃しています。うち田んぼ入られた、もう厄介もほんまにどのもなら。イノシシの嫌がる低めの周波数に合わせ空から追い立てます。音のパターンを変えながら繰り返し飛ばすことで、その場所に寄りつかせなくさせることや、逃げる方向を分析して罠に誘導することを目指します。これ改良しましてかなり強力になってんですね。だいたい300メーターぐらいまで届くようになってますので。さらにドローンには赤外線カメラもつけ、イノシシの姿を探知しながら追うことができます。実験に協力している企業が岡山市東区で撮影した映像です。赤く映っているのがイノシシとみられる動物。シカソニックの音に驚いた様子で猛スピードで山の中を駆けていきます。ハンターの高齢化などで山に入ることができる人が減る中、多くの期待を集める空からの対策です。もしこのドローンで追い立てることができるのであるならば、漁師さんたちがわざわざ山に入る必要もなくなってくる、または少なくなってくるんじゃないかなと。ただそれが実現できるまでにはまだまだこれ実験を繰り返さなければならないと思います。ドローンとシカソニックは人間と猟犬に変わり得るのか。一筋縄ではいかない動物と向き合いながら確立を目指す新時代の動物対策です。